下田海中水族館は、静岡県下田市にある水族館で、藤田観光の100%子会社である、下田アクアサービスが経営している。来館者がイルカに救仕したり、イルカと触れ合ったり、イルカと一緒に泳いだりできる、触れ合いの海がある。下田海中水族館は、天然の家を利用して会場に浮かぶ、浮遊園系水族館で、イルカ省、アシカ省シ、伊豆の海を模した。 大水槽内で行われる休ショーなどを楽しむことができる。敷地面積は7,856メートル、平方メートル、建物部分は17,294平方メートル。会場に浮かぶアクアドームペリー号は、総排水量1,300トンの船舶である。館内の触れ合いの海は、イルカと一緒に泳ぐ、遊ぶなどの体験ができる施設である。 深海生物の展示も多い。1968年、つぶらやプロダクション制作のウルトラセブン第42話、ノンマルトの死者では、海底センターのシーホース海底基地として、1996年放送のウルトラマンティガ第12話、深海からの SOS にて、ロケ撮影が行われた。また、2012年には、下田を舞台にした、テレビアニメ、夏色奇跡でも、 舞台背景として登場している、イルカとの触れ合いのできる天然の入り江のことである、ありがとうございます。